はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はフェイスガードを装着してお届けしたいと思います。どうしてかというと、今日はこんな感じ。はい、実はですね、20代女性をお招きして、今日は対面占いで、占ってるんですけども、その様子をお届けしようと思うんですが、一応ね、顔バレとか見バレしないように、その女性のお声もお姿もお顔もちょっとお見せできない状況なんですけれども、よろしくお願いいたします。はい、今日はこんなスタイルでお届けしたいと思いますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。それで、今日は20代女性の相性診断を、対面占いでやってみようと思うんですけれども、身元がね、わからないように、彼女に対しては呼称彼女、そして男性の方は彼氏っていう呼び方に統一しようと思ってますんでね。はい、よろしくお願いいたします。はい、まずはこちらご覧ください。こちらが20代女性の数列ですね。名字が10+2、お名前は14の1文字名で、双角が36角ということになります。女性の36角はこれ義理人情数といって、思いやりの深さがあって、とても世話好き、世話上手な数字だったりするんですね。義理人情とかね、そういうキーワードが書いてあるんですけれども、仲間が困っていれば手を差し伸べずにいられません。そうやってすぐそのね、他人の面倒を見たがりますが、その優しさがちょっとこう空回りしちゃって、その親切心のまま届きにくくて、なんかこうお相手からはおせっかいとか、ありがた迷惑とかというふうに受け取られてしまいがちな、ちょっと損な性格だったりします。私はこんなにしてやってんのに、どうしてあなたはこれだけしかやってくれないの？みたいな感じで、不平や不満が多くなりやすかったりします。特に、この双角36と、あと、内側、丸2番ですね。ここに26。26、36っていう感じで、思いやりとか、優しさとか、お人よしを意味する下一桁6系列ですね。これを2つ組み合わせてますので、愛嬌とか愛想は良くて、人によく思われようとするね、そういう、サービス精神とか、多かったりする、人当たりソフトな印象なんですけれども、その優しさにつけ込んだその裏切り行為の被害に遭いやすい、ちょっと宿命にあるんですね。なので、ちょっと6系列というのは世間知らずだったり、楽観的だったり、深読みせず短絡的で、いかにもこれ詐欺被害のシチュエーションなんじゃねえのみたいな気がしても、何度も頼み込まれるとノーと断れず、繰り返し同じ手口で騙されてしまうような、ちょっとお人よしが損をするっていう人生ストーリーになっています。そして女性の36角は姉御肌とかね、極道の妻なんて書いてありますけれども、こういうちょっと、ヤクザっぽい男に縁がある、そういう数字だったりもします。貸した金を騙し取られたり、恩を仇で返される男運の悪い超ダメンズ女の数字でもあります。男を見る目がなくて趣味が悪かったり、オラオラしたチンピラまがいの、ね、男に好かれやすかったり、でそういう男と付き合っては DV にあったり、で異性トラブルからのそういった痴話喧嘩とか痴話事件に発展しかねない、そういうちょっと危なっかしい人生なんですね。6系列っていうのは26、36、これ比較的早熟数ですから、若い頃からモテて、で年上男性にチヤホヤされるっていうような若い頃をお過ごしになるかと思うんですよね。でその経験豊富さがあだとなって、男を見る目がちょっと麻痺しちゃうんですよね。ちょっとぐらいの変なやつだと気にもならなくなっちゃうっていうか。で、恋愛運を決める外角、この丸3番ですね。その位置には玉の輿数24角ありますので、若いうちに玉の輿に乗っちゃえば、結婚後は逆転人生のレールが待っていたんですけれども、これ30歳に近づくにつれて、この0数プラス1、これが影響力をこう徐々にね、どんどん幅利かせてきて、そうすると、この0数1が悪いことをするんですね。これが、変な男を選んでは周囲に反対され、でもまた反対されれば反対されるほど、こう突き進んでしまうような、感じになるかと思います。とにかく異性トラブルがウィークポイントで、落とし穴みたいなもんですから、彼女は優しさあふれるいい人なのに、関わる男が問題ばかり起こして、それを巻き添え食らうみたいなダメンズ人生になります。名字が変わった経験が今のところないようですので、ご両親は離婚されていないんだと思うんですが、家庭運見ますと、今度家庭運の14角は、これ、家族同士の愛情がこう希薄になって、で、家族愛が育めない家族疎遠数っていう数字なんですよね、14角。なので、ちょっとこの
家庭運の悪さっていうのが際立ってるんですね。非常に家族からの愛情が薄くなりやすくて、で、まあね、まあ親御さんからの愛情がたっぷり注がれにくいような環境で育ちましたから、家庭的で、夫婦愛、あとは親子愛をきちんと育める男性と結婚してほしいと思います。今期は25プラマイ1歳です。そしてお相手男性はですね、こちらでございます。名字が3+8、お名前が13+4で総角28角になります。ところが、お相手男性も、これ結婚運とか家庭運がね、著しく、まあちょっと問題ありな総角なんですね。なので、まあ円満に保つには、早めにお子さんを授かって、で、100点満点のお名前を名付けてあげるっていうのが、やっぱり一番確実な方法だと思うんですよね。彼氏のこの総角28角っていうのは、彼の代か、彼のその次の代で、その家系の血筋を途絶えさせる、そういう役割を担った、お家断絶の28角なんですね。はい。で、そんな彼とご結婚すると、多分、彼の名字を、彼女の方が名乗る形になるんじゃないかなと思うんで、一応結婚後のね、画数も検証してみましょう。この総角25角はとてもいい数字で、女性にとっては20丸なんですよね。結婚するとの、より一層こう運勢がアップするっていう数字ですから、まあ、女性にはとても嬉しい数字なんですよね。まあ、ただ、感情をコントロールできずに精神崩壊しちゃいそうな4、14っていう形で、まあ、この4系列を2つとか、あとはど真ん中の内角っていう位置に、これ、別れの象徴22角。全部の数字の中で一番愛情を引き裂くパワーが強烈な別れの数字なんですけどね。それを軸に持つことになります。ので、やっぱりちょっと不安なのかなと思います。やっぱり、いち早く赤ちゃん授かって、で、100点満点のお名前を名付けるのが、これが、まあ、キーポイントかなと思います。ワンチャンアドバイスとしましては、まあ、結婚後、彼女の方が、このお名前をカタカナ表記にすれば、これ最大の授業運15画になるので、ワンチャンあるかもしれないワンでございます。いきなりワンチャン占いをまた放り込んでみましたが、今日は以上となります。この後ご質問なんか受けながら、また占いの続きしたいと思うんですけれどもね。はい、皆さんにお伝えできるのはここまでとなります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。そうですね、最後までご覧になっていただきましたら、このいいねの高評価ボタンをですね、ぜひ今のうちに押してやってください。それと、スガティチャンネルは年内にチャンネル登録者数1000人を目標にしておりますので、ぜひともまだチャンネル登録をお済みでない方は、今日のうちにチャンネル登録済ませてください。そうすることで、来年1月1日以降もスガティチャンネルをね、これまでのように継続できますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。このようにスガティチャンネルでは、ね、一般の視聴者の占い結果を YouTube でお届けすることにより無料で占っているチャンネルなんですね。はい。もちろんそれ以外にもね、時事ネタのニュースなんかも、取り上げたりしてますけれども、それによって、まあ無料占いが実現できてるんですね。はい。まあ、本来だったらこれね、通常5500円鑑定料、いただいてるんですけれども、これが無料になるってことでね、それで今半年待ちぐらいのね、順番待ちになっちゃってるんですよね。すいませんね。ちょっと長らくお待たせしますけれども、でもね、無料ですから、お気軽にお試し感覚でね、依頼してみていただいていいと思います。年内でしたら、受付中です。ただ、これ1000人に満たなかった場合、達成できなかった場合は、もうここで受付終了しますんでね、もし、占いたいっていう方は、お早めに、お申し込みください。お申し込みはこちらの QR コードからになります。もちろんね、スガッティ自身も、このチャンネルやめたいわけじゃないんですよ。続けたいんです。毎日配信も毎日続けたいんですね。だけど、やっぱりね、スガッティも、ほら、お店の運営っていうのがあるんで、どうしてもね、この YouTube にばかり、時間や労力が費やせないぐらいの局面に今来ちゃってるんですね。はっきり言って、危機的状況なんですよ、自然ともね。はい。なので、いつまでも、この YouTube に時間と労力費やせないということで、ここを、リミットにしてるんですね。ここを達成できたならば、ある程度、この YouTube でも、成功できる、目処が立ちますんで、その後も、1月1日以降も、毎日配信、無料占いのコンセプトは継続できると思うんですけれども、達成できない以上は、やっぱりスガッティも生活がありますので、ちょっとね、お店の運営や、有料占いの方に、ちょっとまたね、シフトを戻したいと思うんですね。はい。なので、
まあ、スガッティとしては、この無料占いのコンセプト、継続したい気持ちなので、だからこそ皆さん今のうちにいいねしておいてください。そしてチャンネル登録まだの方は必ずこの右下にね、チャンネル登録って赤いのがありますんで、必ずチャンネル登録よろしくお願いいたします。登録者数1000人を年内に達成することを目標にしております。はい。やっぱりね、いいねの数が倍増したんで、登録者数もこのように10人、1日10人ペースで増えてくれました。皆さんも、スガッティチャンネルの登録者数見守ってみてください。今、630ぐらいになりましたよね。はい。なので、毎日毎日ね、いいねを押しながら、スガッティの登録者数何人になったかな、650人になったかな、660人になったな、とかって、こう毎日毎日ね、チェックして応援してみてください。で、その他の動画にもさ、いいねとかしていいんですよ。今日見た動画だけじゃなくていいんですよ。過去に見た動画、それらにもいいねしてあげることで、スガッティチャンネルの、この、なんていうんですか、AI さんがね、こう、たくさんの人に広めてくれるんですって、自動でね。だから、過去の動画なんかにもいいねをしてあげてやってもらって、どんどんスガッティチャンネルをですね、広めてもらうことで、来年1月1日以降も、なんとかね、このチャンネルを継続できるかと思いますんで、ぜひ、一緒にこれからも、覚醒について学び続けましょう。皆さん応援よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。Na na 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 na